はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、朝日の、スタウト。久々にね、入手しましたんで、飲んでいきたいと思います。こちら値段が230円ぐらいだ。ね、こちらね、スタウトです。これが美味しいんだ。これが美味しいんだ、これが。容量が 334ml で、原材料が、麦芽とホップと糖類。伝統の技術で磨かれたイギリスタイプの濃色ビール。アルコール度数 8%。上品な酸味と充実感あるコク、特有の芳香をお楽しみください。アルコール度数 8% か。久々に飲みます。乾杯。うまい。うまい。これはうまい。やっぱ、糖類が入ってるから甘いですね。うん。ただ、うまい。ただ、最近やっぱり、俺糖類が、甘いものがあんまり、そこまで好きじゃないんで。昔は好きだったんだけどね。やっぱ最近ちょっとあんまり好きじゃなくなってきてる。うまいんだけど、ギネスに比べると甘い。実に甘い。ギネスビールに比べると、ギネスってこれあれか？原材料は？多分入ってないでしょうね。糖類は入ってないんでしょうね。やっぱ甘いですね。ああ。甘い。成分が。やはりあれですね。ギネスビールはおそらくなのか。原材料は麦芽とホップと大麦ですね。どうやら。麦芽とホップと大麦。これは？麦芽とホップと大麦が入ってなく糖類。朝日スタートは麦芽とホップと糖類となっております。やっぱそこがギネスと違うの。朝日スタートはやっぱ、糖類が入ってることによって、明らかに甘い。個人的にやっぱギネスビールの方がうまいっすね。やっぱりなんだかんだギネスの方がうまいな。やっぱドラフトギネス。しかも、缶のギネス。俺がおすすめするのは缶のギネスなんですよ。瓶のギネスビールと、缶のギネスビールっていうので、味が全然違って、うん。
全然違うんですよ。缶のギネスビールは、泡がね、もくもくもくと出てきて、この、いわゆるこの線の上ぐらいまでは出るんですよ。ただ、瓶のやつはね、まともに出ないんですね。で、その泡がまた、缶の泡がまた。缶の泡がまた、うまいんですね。まあ、あんまり最近飲んだ、昔からすっげえこの朝日スタウトを俺押してたんですけど、ここで言います。朝日スタウトは大してうまくない。っていうか甘い。甘いのが、糖類が入ってるから明らかに甘い。ビールで甘いの嫌いな、っていうか糖類入ってるの嫌いな人は、これはおすすめしないです。かなり甘いです。かなり甘いんで、俺と味覚が似た、まあ、似通ってる人は、あんまり、おすすめはしません。4443です。ご視聴ありがとうございました。